東京湾カンドリークラブ様に来てしいただいてコースをお越しいただいて9ホール回ってきましたね。楽しかったね。で今終わってこれから昼食を、お昼ご飯をね選ぶところです、うん、今日の気分こんな感じ。えでもね、チェイちゃん何が好きなんですか？私卵かけご飯が一番好きなんですよ。卵かけご飯 TKG、 はい、えこれ美味しそうじゃない？うなぎじゃあ拾ってもちょっと卵好き。今日朝煮卵、そう、2つ入り煮卵食べて、思うじゃないですか、私が運転してる横でゆで卵食べてました変わらんみたいな感じでやっております。はい、今悩んでるのは明太子クリームパスタが食べたいなっていう気持ちと、でもこれだけの悩んでるのって言っても、うなぎ、あうなぎ、うなぎね、美味しそうやな、ね、これも美味しそう、それ美味しそうね。見た？これ。ジェジェはクリームパスタにします。おかきますね。めっちゃ難しいんですけど、これ。胸、ハート、キュン。頑張る。頭。止める。キュン、キュン、キュン。まあ、これゆっくりやるからいい。うん。あとで、食べてる間にジェは忘れる。手を合わせてください。はい。せーの、せーで、いただきます。もう、ジェイちゃんはあ、言ったか、イカのパスタ明太子のパスタ明太子クリームパスタ、クリームパスタコーンスープがついてます。美味しそうね。ネギトロと冷たいおそば、やっぱ今日暑かったから ね冷たいおそばいいね。ちょっと楽しかった、ちえちゃんとゴルフ思ってる中なんか血の味がするって血のマジで、いやスピードゴルフめっちゃ血の味した？血の味する、すごいわ。初めて聞いて、スピードゴルフして血の味して、血の味する。え、線？線な？え？やばい、いただきます。うん、うん、めっちゃ美味しい。お腹空いてたの。うん、美味しいね。ゴルフの時いつも何食べる？今だいたいそば、牙があるところだったらそば。でもジェも結構そば食べるね。なんかさ、夏はそばか、なんか冷やし担々麺とか。ああ、それにするかも。そばのつるって食べるけどさ、うん、あとは冬だったらラーメンとかにするかな、うん、寒い時はね。でもさ、ちえちゃんとさ、うん、なんかこんなに長く一緒にいるの初めての。待って、そんなことないですよなんかいつもさ、ご飯とかさ、めっちゃそうさ、食べたらすぐ帰らんみたいバーってさ、すごい、なんか6時集合で7時解散とか。そう、本当に夜ね、夜6時ってこと。6時に集合して1時間後に帰るの。そう、あ、じゃあもうご飯だけ食べて、ご飯食べて解散で、そでしょ、現地集合、現地解散、そういっぱい話して帰るみたいな、すごい感じ。え、月に1回ぐらいご飯食べてるんですか？うん、確かに。めちゃめちゃ仲いいですよね。なんか大人になってそんだけ会えるって。ね、まあ、大人になってから出会ったからね。そうね。何歳っけ会ったの？2年前とか、うん、2年前ぐらいかも。まあ、マオちゃんも東京来てからめっちゃ会うようになって。ちえちゃんって出身は？ずっと東京です。あ、ずっと東京なの？プロフィールはなんか埼玉って書いてるとこと東京って書いてるとこがある。埼玉に住んではいたんですよ、うんうんうん、けどなんか幼稚園とか小学校も全部東京だから、うん、なんか埼玉のことを聞かれても分かんなくて、ね、あ、なるほどね、東京って書いちゃってる。なんか埼玉って川口に住んでたんですよ、うん、埼玉の人に川口に住んでたって言うとそれはもう埼玉じゃないって言われちゃう東京の人には埼玉って言うのが難しいから、まあ言われるよ、うん、どっちも書いてるんです、プロフィール。そう、なんかすごい仲いいなって思って。仲いいです。そういえばリンゴルフで動画では撮ったことないなって、うんうんうん、なんか動画2人撮るのも初めて、うん、撮影はあるけど一緒か、撮影も動画も一緒。でもさ2人じゃなかったか、うん、確かに2人はないかも、うん、こういうなんか素でゴルフするの本当にすか？ちえちゃんずっと話してるからさ、
楽しいです。車の中は今日一緒に来たんですけど、まおちゃんが8割喋ってたんで、多分まおちゃんはネタ切れしただけです。ネタ切れはやめやから。でもなんか今日ね、面白かったのはね、やっぱね、恋愛の話とかがね、面白かったですよ。でも、ちえちゃんとしか本当に恋愛の話してるかも。そう、しかもさ、ちえちゃんってさ、どっちかというとさ、出てもらってもさ、選手とかそういうので出てもらうから、うん、勝負とかですもんね。そう、なんか年上年下どっちが好きですかとかなんて聞くわけがないじゃん、その時。まあ同い年っていう結果で。そうね。まあでも気にしないよね、言うて。気にせん、本当に年齢とか気にしない。なんかいいなって思った人はこうちょっと年上だったか年下だったかって感じですよね。先に何歳ですかとか聞かんもん。そうだよ、ね、聞くわ、何歳ですか。確かに。なんで嘘ついた。いや、好感度、好感度。聞くわ。確かに。さすがに年知らないで付き合おうとはなんない。え、二人はさ、まあちえちゃんももう完全ゴルフどっぷりじゃん。うん、お相手の人はゴルフはやってもらった方がいいんですか。やんない方がいいんじゃない。うん、え、なんか多分私負けたら。一緒に回ったりすると思う、ゴルフしてたらさ、うんうん、負けたら多分イラってしちゃうかもしれない、うん、で、なんか口利かなくなっちゃうし、なんかあっちが負けても下手な人嫌だってなっちゃう、うん、まあ、競技してたら下手だと、自分の方が上手いのもなんか嫌じゃない。だからもう本当に趣味とかがやんない方がいいかも。これはあれですね、プロっていうかこういう競技してる人ならではなのかな。いい、え、やった方がいいの。まあは、うん、やってってほしい。だってさ、こういろんなところ行ったらできるやん、ゴルフ、うん、かもね、年齢関係なくさ、ずっと一緒できるからよくない。いやだ、なんか、そういうなんかデートにゴルフ使いたくないから。なるほど。もう仕事になっても結局どんな状況でもいいスコアで回りたいってなっちゃうから、なんかニコニコはやってないかもしれない。もう仕事になってしまう、うん、ああ、もうミスショットしたら多分イラッてするし、練習もう帰り練習場行くよみたいになっちゃう。温泉とかじゃなくて練習場。もうそうだね、完全にオンオフがなくなっちゃう。そうですね。なるほどね。そうなるのね。いやでもトレーニングぐらいなら一緒にやってもいいか。ああ、確かに、うん、トレーニングって一人じゃ結構しんどくなるから、一緒にね、うん、ゴルフの練習は一人でしたいタイプ。喧嘩になんない。ならんと思う。だってマオより上手くても、マオより上手いってやってほしい。あーね、でも下手でも全然いい。あ、でもなんか下手でも面白い。マナーとか気にしちゃうかもしれない。あー、確かに、うん、マナーはそうか。そうだよ、うん、なんか出るよ、ね、うん、結構性格とか、うん、一番嫌なのはなんかガッてもする人だもん。ちょっともう絶対冷めちゃう、どんなにイケメンでも。わかんない、大谷翔平とかだったら冷めない。結構しないな、ああいう人は。でもしないと思って、そもそもしない、そもそもしない、うん、真摯なイメージ、うんうん、確かに。ガッてるとかやる、うんうん、急に切れ出すとかね。あと、切れる人はいるよね、やっぱ、うんうん、あとなんだろう、嫌なの。でもなんかマナーとか知らないでなんかライン踏んじゃうとかしかないけど、うん、知っててしちゃうとかいいです、うん、あとなんかグリーン上で足引きずるとか気になっちゃう、うん、え、なんかいますよね、なんかグリーン上で足引きずってさ後つけちゃう、うん、そういうのはちょっと彼氏がやってたら多分あーってなる、あーってなると、うん、なんかそれはなんかルールとか知らなくても、うん、やんないでほしい、うんうん、マナーは見ちゃうよね。見ちゃいますね、まあ、見られてる側だからなおさらっていうのもあるんだ。
って考えると、まあゴルフしない、一緒にしない方がいいかなと。なんかちょっとね、変なとこ気にしちゃう。でもなんかゴルフ一緒にして、すごいなんか対応とかが良かったら、逆にいいなって思うかもしれない。確かにね。ゴルフで分かるもんね。食べ終わっちゃった。食べ終わっちゃった。この後はどうしよう。パフェ、この後パフェだ。パフェ食べたいけど。行かない、スタバとして。ありますよ、絶対。スイーツ。絶対ある。てかアウトレットにありそうじゃないですか、アウトレットさ、人が多いからさ、発売的になんかちょっと、人が映ってモザイク大変になっちゃう、まあ、テイクアウトになっちゃう。もうモザイクしないっていう選択肢もあるんだろうけど、ちょっとわかんないから、だったらちょっと離れてるところで美味しい。美味しい。たまにこういう気候が行われます。やるくとこだ。しかもなんか美味しいっていう場所があんまり美味しそうに見えない状態なんだよね。もう終わってるけど。ほぼご飯。グーマインを。で見てくださいこのチエのマオちゃん愛。ここにマオちゃん入ってる。プリクラメント。しかも前撮った。ちょっと友情出してみた。じゃあ今もともの紹介でもしとくわ、はい、今ご飯を食べているのは今もともさんです。イエーイ、拍手拍手。なんとこちらの今もともさんは元 HKT48 です。まあ見たことないんですけど、その頃には出会ってないので、からのアイドルやってました。その後も忘れちゃった。アフィシャまず行きますね。もう覚えてる。すごくない？メンバーカラーはちょっと想像。ちょっと待って、なんか見たんよ写真。紫。すごくない？やばい。山本も博士かもしれない。です。待ってよ。じゃあマオが次はミヤさん。探すな探すな。情報ネットから探したい。そこから。まあ知恵でもできる。マオちゃんの紹介。あ、お兄ちゃんがいます。はい、お姉ちゃんもいます。妹もいます。合ってる？合ってるです。すごい、ちえちゃんのインスタのところに。インスタから探す。それはもうあの概要欄にでも貼っといてくれ。確かに。よし。マオちゃんの好きなタイプはグイグイ来る人。これは本当です、はい、年齢は聞かないってさっき言ってました。はい、聞けません。お疲れ様でした。今隣いるのが宮崎千恵、はいはい、ニックネーム千恵。1997年生まれ、3月30日生まれ。やばいやばい。東京都、あ、これは東京、東京都出身。はい、かわいい。かわいい。ちょっとそんなん言ったらチェムが、ま、まおちゃんのかわいい動画見てる。あとは、あ、まあ、たくさん優勝されて、あのスピードゴルフ優勝されて、パッティングも優勝しとったもんね。はい、プロパッティングツアー、ツアー、まあ、まおちゃんも出てるんですけど、実は優勝されてました。お、大型ということで。私も大型なんです。大型なの。3歳からゴルフを始めた。ちょっと間失礼します。こちらの動画を。こちらの動画をちょっと見てとこ。どういう動画なの？いつもそれ。めっちゃ前やね。マウちゃんのね、写真と動画の量がすごい。好きやん。あのね、なんか写真だけ撮る日とかあって、あのカフェ行って、あら、カフェ行って、ね、一生映え写真を二人で撮り合うっていう日とかあるんですよ。おかげでいっぱいあります、え、次行くところも見つからず探すのやめちゃったんですよね。じゃあちょっと探しましょう。